ツイステッドワンダーランド。ここには僕しかいない。思い切って大声で言いたいこと叫んでみろよ。それだけでもすげえスッキリするぞ。うん、わかった。そった急にめごくなれって言われてなれるわけねえべよ。わーの地元は人間よりべごの方が多いと田舎らしい。わーは農家の息子だよ。まんずなまんねえで喋るだけで精一杯だはんでな。踊りだっきゃ村の祭りと運動会のお遊戯でしかやったことねえんだはんで。流行りの服だの上品な仕草だのそったのわかるわけねえっきゃ。つーがわーはめぼくなりてくねえんずよ。わーはたくましくて背高くて強い男さなりてえんだね、バッキャラー。はぁ、あ、はぁ、あ、なぁ、影すっきりした。な、何を言ってるのか半分くらいわからなかった。何語？いや、もしかして鉛か。エペル、お前どこの出身なんだ。奇跡の国の北の方の山奥、豊作村っつうどご。寮長がなまってて伝わらねえはんで、人前であんまり喋るなって。寮長、口開けばなまるな、上品にくんつけで名前呼べ、大声出すなって。もっとひゃいんずよ。お前のこと初対面からずっと器用で無口なやつだと思ってたんだが、本当は全然違ったんだな。だってよ、寮長の前でうっかりなまるとしばかれんだ。だから気軽に口が開けなくて、制服のフリフリのシャツも全部寮長の命令でいやいや着てるだけ。え、寮長命令で？ハーツラビルのように独自の法律があるわけじゃないのに、なんでそんなことに。それは9月の入学式の日。どこ見ても育ちいいエフリコギバリで好きでね。俺はこのなりだし、地元じゃなよなよしてて弱そうだって舐められてきた。まあそんなこと言う奴は全員ぶっ飛ばしてやったけど、この学園でも舐められねえようにしねえと。ちょっとそこの新入生。あ、おめえなんだわ。入学早々伝統ある式典服を着崩すとはいい度胸ね。今すぐ首元のボタンを止めなさい。こい、ポムフィオ、俺の寮長、こったなよなよした女みてえなやつの寮だっきゃ絶対まいね。ひょろっとせいでゲーバって、サバナクローの寮長に比べれば弱えべ。遠目からでも悪くないと思ってたけど、あなた近くで見ると本当に可愛らしい顔をしてるわね。はあ、今なんて喋った。わーがなよなよして女みてえだってか。おめえもひょろひょろして女みてえだべな。ああ、ダメね。全然ダメ。あなた、全然なってない。はあ？着こなしも、振る舞いも、そもそも考え方にセンスがない。なんなんず、その発言、後悔させてやるや。表さ出ろ！はあ。この学園に選ばれる生徒ってどうしてこう血の気が多いのかしら。まあいいわ、ナイトレーブンカレッジ流の洗礼を与えてあげるのも先輩の役目よね。なんだんずこい、魔法使ってねえのに単月へ。いいこと、小さなジャガイモちゃん。この学園では弱者は強者に従うのがルールよ。見たところ両選別もまだのようだけど、負けたからには私に従ってもらう。くそ、一体何されるんだべか。有金全部巻き上げられる、それともパシリだべか。まずだらしなく外してる式典服のボタンを全部止めなさい。え、さっさとしなさい。次はベルトよ。大して足が長くもないくせに
そんなローウエストにゆるゆるにつけちゃってみっともないったらありゃしないわ。ぐっ、苦しい。それから髪、櫛くらい入れたらどうなの。ボサボサでみすぼらしいったら。そったこと言われても櫛だけは持ってねえよ。最後に言葉、もっと丁寧に喋りなさい。はあ、和の方言が都会の言葉に踊ってるってな。指摘の意図を勝手にすり替えるのやめなさい。私はあんたの地元に対して言及したわけじゃなく、あんたの態度に対して物申してるの。郷土愛に溢れてるのは結構だけど、 TPO への配慮は必要よ。目上の人に対しての喋り方が全然なってない。この学園では負け犬がガタガタ文句を言う資格はないわ。反論があるなら私に勝ってからにすることに。さあ返事は。はい。あんたがどこの寮に配属されるかは闇の鏡だけが知るところだけど、せいぜいポムフィオーレに選ばれないように祈っておくことね。この私、ポムフィオーレ寮長ビルシェンハイトのお膝元へ来た暁には今日のような振る舞いは一切許さないわよ。覚悟なさい。さっさと言われた通り服を整えて入学式に戻るわよ。ちくしょう。ってことがあって、初日で寮長に喧嘩売ったってことか。あの時は寮長クラスがどんだけ強えのか分かんなかったんだよ。デュースとエースも入学してすぐ寮長に喧嘩売ったっきゃ。いや、あれは喧嘩では。地元じゃ強くてでかくてたくましいのだけが強いことの証明だったんだ。昔からずっとこのなりでからかわれてきたから、今思うと別に寮長は俺のことバカにしてたわけじゃなかったんだろうけど。わかるぜ、しょっぱなで舐められちゃいけないと思うよな。で結局その後一度も寮長には勝てずにずっと言いなりってわけ。なるほど、ダンスレッスンの時のいつものってそういうことだったのか。ハント先輩の言う通り、本当にただ喧嘩をしていたわけじゃなかったもんな。寮長に勝てたら好きに振る舞っていいって言われてる。でも全然ダメだ、もっと強くなりてえな。さっき学園を出てくる前にアジーム先輩とハント先輩に言われたことがある。今の僕たちにしかないパワーを大事にしろって。それで僕なりに考えてみたんだ、僕の強さについて。それは多分すげえバカなところかもしれない。でもそれってデュースがさっき言ってた自分の嫌なところじゃねえんか。ああ、でも余計なことを考えないで突っ走れるってことでもある。あ、僕は同時にいろいろ考えられるほど賢くない。でもだからこそ覚悟を決めたらゴールまでまっすぐ突っ走っていける。これはきっと僕だけが持つパワー、僕の短所は僕の長所なんだ。でもさ、んなこと言われたって納得いかねえよ。俺に置き換えるんならこの見た目のことだろう。華奢だったり女顔だったり、そんなのが強いって言われたって。電話だ。この番号は実家から。もしもし、エペル、あんたおぐったジュースどうした。は、リンゴジュースのこと、友達さ配れって夕飯で配ったけど。今世界中からすごい数の注文入ってるんだよ。はぁ、何起きたんだべと思って注文してきたお客さんさ、どこでこのジュースを知ったんですかって聞いたのさ。したっけ、ビルシェンハイトの亀を見たとかなんだかって。ビルさんってあんたのどこの領長だべ。ビルさんの亀って、もしかしてマジ亀。ちょっと待ってけ。マイルーティーン、ハッシュタグ
レッスン後の一杯、豊作村のリンゴジュース、自然の味、お肌にも栄養。本当だ、シェンハイタ先輩のマジカメにリンゴジュースの写真がアップされてる。もう電話鳴り止まなくて、活躍者なんだって。組合長さんさんも声っこかけで、ご近所さんさんも手伝ってもらわねば。出荷作業が間に合わねんだはんで、はんに余ったはんでどうすべってなってらけど、村中お喜びだよ。ほんとありがとう。ビルさんさ、お礼言っといたけ。エヴァ、忙しいはんで切るよ。まだジュースおぐるはんでの。ちょっと、母さん。切れでまった。すごいな、マジカメの投稿に次々ジュースを注文したってコメントがついていく。すごいな、マジカメの投稿に次々ジュースを注文したってコメントがついていく。あんたは愛らしいと、強いが別物のように話すけど、その二つはどちらも等しく、パワーよ。それがわからないようじゃ、いつまで経ってもあんたは私に勝てない。これがヴィルさんの持つ、美しさのパワー。確かに。こんなすげえことができるのは、シェンハイト先輩が、美しさを磨いてきたからだよな。魔法や腕っぷしが強いだけじゃ、絶対にできない。フィルさんが言いたかった強さって、こういうことなのかな。今の俺にしかない強さ、愛らしさで戦ってみせろってこと。そうかもしれないな。僕らはすぐに賢くなれないし、たくましくもなれない。でも愛らしさ勝負なら、エペルは学園の誰にも負けてないと思う。それはちょっと複雑かな。でも確かに俺がこの見た目でいられる時間は限られてる。来年には背が伸びて、筋肉がついて、ヒゲとか生えてるかも。それはどうだろうな。もし今年の VDC でヴィルさんが認めてくれたパワーを全力で発揮できたら、鍛えてジュースの箱をたくさん運べることより、ずっと村の力になれるかもしれない。ああ、今は目を背けたい短所にしか思えなくても、それが僕らのパワーだって言うなら、とことん磨いて殻を突き破るところ見せてやろうじゃねえか。それでライバルに勝てんなら、手段なんか選んでられるか。バカ上等だ。そうだな、エペル。今年の VDC 絶対優勝して、エースとシェーンハイト先輩のこと見返してやろうぜ。おお、今のワにできる最高のパワー見せてやるはんで。うおぉ、すっげえ。なんだこの改造マジカルホイール。うおぉ、すっげえ。なんだこの改造マジカルホイール。ん？こんなモデル見たことねえ。ホイールもカウルもゴリゴリ改造されてるわ。マジホイマニアのお前が見たことないなんて、どんなやつが乗ってんの？マジカルホイールって魔法使えなくても乗れんの？機能は多少制限されるけど乗れるぜ。補助の魔導バッテリーもあるし。っていうか、そんなことも知らねえのかよ。常識でしょ。ワンドが乗ってきたマジカルホイールに群がってるけど、何の用だべな。あれはイグニハイド寮生に無理って借りてきたやつなんだ。傷でもつけられたらやばい。あの、それ僕のマシンです。マジで？こんなガキが。ってその服、ナイトレイブンカレッジの学生じゃん。ねえ僕、このマシンちょっとだけ乗らせてくんない？すんません、これ借り物で傷をつけらんないんです。あ？俺が運転下手だっていうの？失礼しちゃうぜ。そうそう、こいつちょっとなら魔法も使えるし、大丈夫大丈夫。お前魔法使えたんだ。まあな、
ナイトレイヴンに呼ばれるほどじゃねえけど、マジホイ乗りこなすくらい余裕よ。言うじゃん。確か勉強ついていけなくて魔法学校中退したんじゃなかったっけ。うっせえよ。このマシン初心者が乗ると危ないと思うんで。は？初心者？年上に向かってその言い方は失礼なんじゃないの僕。とにかくマシンは貸せません。行こうエベル。あ、うん。ちょっと待ってよ、まだ話の途中じゃん。いた。何するんですか。エペルの腕を離してください。あれ、君女の子。ナイトレイヴンって男子校じゃなかったっけ。ああ。うわ、本当だ、すげえ可愛い。いつ驚愕になったの。あんたたちいい加減にしてくれないか。僕たちは痛いです。腕離してください。おー、なんだこれ、すげえドキドキしてきた。俺ついに運命の人に出会っちゃったのか。 おい乱暴すんのよそうぜ。怪我したらかわいそうじゃん。なんてな、好きやり。うわな、こいついきなり顎をつつきて突き上げやがった。和の愛らしさは本当に通用すんだな。騙されたな本津なし。誰が背小さくて華奢で可愛い女の子だって。いやそこまでは褒めてねえ。っていうか声よく聞いたら男じゃんか。詐欺だ。なにや、男で何が不満だんず。おめだちが勝手に勘違いしたんだべさ。エペル、愛らしさの使いどころは喧嘩じゃないと思うぞ。というか無断外出の上に喧嘩はまずい。いや、そうでなくても喧嘩は良くないが。あ、やべ。け、下手に出てるやつ付け上がりやがって。だいたい俺は昔から魔法師ってやつらが嫌いなんだ。ちょっと魔法がうまく使えるからってお高く泊まりやがって。あいつまさか俺たちを魔法で攻撃する気か。エペ、ここは僕が引き受ける。だからその隙に学園に連絡してくれ。はあ、おめだけ追いでけるわけねえべな。今ここでお前に怪我させるわけにも魔法を使わせるわけにもいかない。僕が連れ出したんだ。僕が責任を取る。デュース。おいおい、お得意の魔法はどうしたんだ。さっきからガードしてばっかりじゃねえか。名門校に通う魔法師の卵のくせに大したことねえな。弱虫エリートくん、これに懲りたら生意気な発言は慎むんだな。あら。デュース、俺もう我慢できない。ダメだ、魔法を打つな。でも僕らが魔法で市民を攻撃することはできない。だけどこのままじゃ防御で精一杯だ。何とかしねえと。でもどうする。これで終わりだ。くらえ。エペル、なんだこれ。魔力が溢れて。え、あれ、今何が起こったんだ。あいつらなんで急に倒れたんだ。今のってもしかして。はあ、あんたたちどの面下げて帰ってきたのかしら。レッスンをサボったばかりか無断外出、さらに喧嘩までしてきたなんて。今回は正当防衛が認められたからいいものの、乱闘のせいで VDC 出場停止にでもなったらどうするつもりだったの。無責任にも程があるわ。新相田先輩、本当迷惑かけてすんません。エペルを無断で郊外に連れ出したのは僕です。罰なら僕が受けます。いや、最初にレッスンを飛び出したのは僕です。あと喧嘩を買ったのも僕だ。
悪いのは僕です。それに今日やっと分かったんです。ビルさんがずっと言ってたパワーのこと、うん、心のどこかでずっと綺麗とか可愛いにこだわってる奴らのことをバカにしてた。でもビルさんが地元のリンゴジュースを紹介してくれて、村のみんなが大喜びで、ビルさんの言う強さの意味がやっと分かった気がするんです。僕もビルさんみたいなパワーが欲しいと思った。私はね、エペル、人をひざまずかせるのが好きよ。暴力より圧倒的に、演説よりも雄弁に、人をひざまずかせることができる力、それが美しさだから、私は誰にも負けないように美しさを研ぐ。世界で一番になるためにね。あんたは幸運にも愛らしさという刃を持って生まれたわ。それを研ぎ澄ますか錆びつかせるかはあんた次第なの。肝に銘じておくことね。はい、僕もっともっと強くなります。ネージもあなたも倒せるくらい強く。へえ、言うじゃない。どうやらひな鳥たちもとても反省しているようだ。許してあげては、ロア・ドゥ・ポワゾン。はあ、確かにここでガミガミ怒っても意味がない。二度目はないわ。覚えておきなさい。はい。元気よく返事してるんじゃないわよ。二人とも体力が有り余ってるようね。罰として寮の外を30周ランニング。はい、ランニング行ってきます。ちょっとトラブルはあったみてえだけど、あいつらが元気に戻ってきてよかったな。なんだかすっきりした顔してたし。大問題になってたかもしれないんだぞ。まったく。ほんとだよ、あいつらいない分ビル先輩にきつめにしごかれたこっちはいい迷惑だっつーの。おいエース。あ、何、昼間のこと謝るとか言うんじゃねえだろうな。誰が言うかそんなこと。お前の言う通り、僕はお前より頭も容量も悪い。でも絶対お前に負ける気ねえからな。それだけ言っておこうと思って。それじゃ。は？え？あれ何の宣言？は？俺があの単純バカに負けるとかありえないんですけど。監督生もグリムもそう思わね？俺様からすれば、おめえもデュースもどんぐりの背比べなんだぞ。はあ？だどこの毛抜くじゃら。